でもいいよ、お願いします。曽根田さんのどこが好きですか？あったんだよな。京都府在住、26歳、曽根田ゆかだです。今の貯金額を教えてください。え、これ言ったからには聞きたいですよ。契約更新が遅かったのは J1 チームからたくさんオファーが来ていたからでしょうか？それより一番ですよ。たくさん、世界で一番好きです。突然のこんにちは、背番号2番、飯田貴弘です。皆さんからの質問を NG なしで答えていきたいと思います。よろしくお願いします。いきますね、1個目。はい、はい、京都府亀岡市在住、38歳、傍観者さん。攻守にスピードあふれるプレーが魅力の飯田選手ですが、今季はこれも見てほしいというところはありますか？また今季副キャプテンに就任して、試合途中からキャプテンマークも巻きました。リーダーシップを求められる立場になりますが、自分よりキャリアの浅い選手たちに言っておきたいことはありますか？いつも応援しています。今季は、攻撃だけではなくて守備での貢献度というか、危ない時に自分のところで防ぐというプレーを、あんま目立たないかもしれないですけど、そういう攻撃の面を積んでるっていうプレーも注目してもらえれば、自分の新しい一面というか、ああこいつ変わってん、ちょっとずつ変わってるなっていう風に感じてもらえると思うので、そこは注目して見てもらえればなと思います。自分よりキャリアの浅い選手に、まあけどみんな本当に若手もみんな上手いし、全然慌てないし、だから僕から何も言うことはないっていうのはない。バシッと言っとくことない。バシッと言ったこと。ミスしても顔に出さない、強いて言うなら、なんかあ、やっちゃったなっていうオーラが出る選手とかもいるんですけど、どっちかって僕はそんなミスしても無表情というか、なんかだから何みたいな感じだったんですけど、そこはまあ相手もヤバそうな顔してたら、あ、こいつちょっといけんなみたいな、ちょっとメンタルもとかもなるんで、そういうだから何ですかみたいなっていうのはちょっと必要かなと思います。じゃあ次、京都市右京区在住、21歳、田中さん。曽根田さんのどこが好きですか？曽根の好きなとこかいっぱいあるんだよな。まず俺移籍するタイミングが一緒で、で甲府と清水をやった時に何回か削られてたんですよ、ソネに。で、あ、そうね。で、こいつ謝りもしないし、こいつ絶対ツンツンしてて、同い年でちょっと絡みにくいなと思って入ったんですよ、最初移籍して。うん、そしたら、まあいじられる、いじられるキャラで、まあ人柄もすごい柔らかいし、まあ、優しいし、あとはいじりところが多すぎて、まあ一緒にいて楽、うん、なんかほんと空気のような、空気のようなところが一番好きかな。めちゃめちゃ好きやん。え、めっちゃおソネ大好きです。ファンクラブだったら入る。嬉しいんじゃん、ソネ。よし、こっからじゃあ動画で、はい。京都府在住のんぺんぺって言います、20歳です。質問なんですけど、なんでサイドバックというポジションを選んだんですか？で、また、サイドバックというポジションのいいところを教えていただければいい、嬉しいです。お願いします。サイドバックを選んだ、やり始めたのは大学2年生の時が初めてサイドバックをやったんですけど、まあ、それまでは攻撃的なポジションだったりセンターバックとかをやってて、で大学2年の時にプロになるなら
センターバックじゃないなっていう風にちょっと感じて、まあドリブルの力とか推進力とかスピードとかを活かせるのはサイドバックかなっていうことで、まあ、大学の監督コーチにちょっとサイドバックでやりたいっていう話をして、そこからサイドバックになりました。まあ、やりたいかやりたくないかで言ったら、まあきついし、最初はやりたくないなと思ったんですけど、それ以上にまあプロになりたいというか、そういう気持ちが強かったので、サイドバックを自ら進んでやりました。で、まあ、サイドバックの楽しいところとかそういうのは、まあ、やっていくうちに、最初はもう攻撃で点に絡むのがすごく楽しくて、あとは相手のプレッシャーをドリブルで剥がしたり、チャンスを自分で作っていくっていうのにすごく魅力を感じてたんですけど、まあ、今期に入ってから、まあ、本当に守備の魅力というか、危ない時に自分が相手の目を摘むっていうことにすごく、魅力を感じてて、まあ、新しいサイドバックの、楽しみを今すごく感じているところで、多分これからどんどんキャリアも長くなっていけば、また新しいサイドバックの楽しさに気づいていくと思うので、まあ、そこは自分としてもこれからすごく楽しみな部分です。はじめまして、宇治市在住の21歳かなるです。飯田選手への質問があります。飯田選手の私服がおしゃれで気になっています。どういうところで買っているのかっていうのを教えてもらいたいです。ちなみに飯田選手が被っているカルブの帽子があると思うんですけど、飯田選手のインスタグラムを見て、僕も同じカルブの帽子を購入しました。で、できるだけ高くなくておすすめのものを教えていただきたいです。よろしくお願いします。はい、ファッションですね。ファッション、まあ、こだわりは、まあ、とりあえず靴は、靴というかスニーカーは基本白を履くようにしていて、あとはパンツの色は黒で、サッカーやってる人なら分かると思うんですけど、やっぱケツ周りとか太ももが太いんで、なんか入るパンツが少ないというかなんでちょっと太もも周りがゆったりで、ちょっとずつ足首に向けて細くなっていくいい感じのパンツがあったら、迷わずそれは買います。で、大体それに合わせるのが、シャツを合わせることが多くて、まあいろんなシャツを今まで買ってきたんですけど、最近だとユニクロとジルサンダーがコラボしている、プラス J っていうものがあるんですけど、それは最近、5、6着シャツを同じ形の違うデザインのものを揃えて、で、それも1枚3900円とかで買えるので、でジルサンダー多分普通に買ったら5万とか6万とかしちゃうんで、それがユニクロとコラボして、買えるのはすごく自分としても、安いしありがたいなっていうので。ユニクロ着んの？なんか意外やな。それまでなんかバーバリーのシャツとか着てるやん。あ、そう、バーバリーか。バーバリーやんな。バーバリーが好きで、ずっとバーバリーのいろんな種類集めてたんですけど、まあ、結構あれも高くて、で最初ジルサンダーとコラボ出て1枚買った時に、なんかコスパとシャツの質がなんか、いやこっちの方がいいってなってきて、今はバーバリー3着4着持ってて、他はもうほぼあれですね、このプラス J を。あとはあれですね、ボーラ、あの BALR っていうなんかサッカー選手が作ったブランドなんですけど、その T シャツはすごく形が好きで、なんかちょっとピチッとしてる感じなんで、体のあのちょっとごつく見えたり、筋肉がごつく見えたりで、結構それも着てますね。はい、京都府宇治市在住のゆずまんです。13歳です。飯田選手が J リーグの選手で一番尊敬している選手は誰ですか？
たくさん、世界で一番好きです。応援してます。頑張ってください。突然のこと。Jリーグで一番尊敬してる人誰だ。尊敬してる人か。難しいな。ああ、尊敬してるというか自分の理想というか、サッカーの考え方をちょっと変えてもらったのが、今清水にいるエイシーニョなんですけど、エイシーニョが清水に来るまではもう、とりあえず頑張って頑張ってみたいなサッカーをやってたんで、走って頑張ってっていうスタイルだったんですけど、エイシーニョが来て間近で見てたら全く力みがなくて、全然本気でやってるように見えないのに点も取っちゃうし、アシストもするし、守備も強いしってなって、そこですごい影響を受けて自分のサッカー感というか、そういうのを変えてもらったというか、サッカーは 100% 絶対頑張ることだけが全てじゃないよみたいな、自分の今までやってきたのを全てひっくり返されるようなサッカー人生の中で影響を与えてくれたなっていう一人ですね。京都府在住、26歳、曽根田豊です。飯田選手に質問です。今の貯金額を教えてください。1000万円より上か下かでお答えください。どうぞ。何したんですよ。荒川さんって出てますよ。荒川さんじゃない。これ曽根田さんじゃないですか。似てるだけか。そう、別人やと思うで、多分。うん。際どいですね。上か下かわかんないですね。まあ、上っす。これ言ったからには、聞きたいっすよ。逆に言ったやつやな。はい。これはな、ちょっと迷ったんやけど、まあ、まあ夢もあるし、ね、そうやね、サッカー選手やし、ったら、うん、それ大、ね、そうそれ、それなりのね、それなりの報酬もやっぱり、はい、みんな報酬はもらえるどうなってんのっていうのが気になるよ、はい、もし今何年目？5年目5年目。26で、まあそれぐらいの、はい、はしっかり貯めてるよってことね、はい、お金を。そうです。素晴らしいことだ、ね、はい、素晴らしいお金を貯めてることは、ま、かいとか全然なんかそんな、はい、そんな、うん、いや悪いことじゃないから、いいことやからね、はい、うん、はい、そういうことです。荒川さん。大阪府在住21歳の真帆です。現在大学4年生で就職活動中なんですけど、将来やりたい仕事が見つからずすごく悩んでいます。飯田選手がサッカー選手になったきっかけと一言応援メッセージいただけたら嬉しいです。はい、サッカー選手になろうと思ったのが多分小学1年生ぐらいの時に、まあ、初めて鹿島アントラーズのスタジアムに行って、試合を見た時に、あんな何万人の中でプレーしてる選手一人一人はすごくかっこよくて、で自分もこうやってこんな 何万人の、観客の中で自分の名前をコールされて、自分がゴール決めたらこんなに人が喜んでてっていうのを、まあ、サポーターの席でずっと見てて、その時に初めてプロサッカー選手になりたいって思って、まあ、そこから一回もなんかあれですね、諦めなかったというか、もうサッカー選手になるっていうのをずっと多分10年20年って言い続けてきて、ようやくなれたというか、はい、それがまずサッカー選手を目指したきっかけです。真帆さん、まあ、やりたいことが見つからずに、まあ
就職活動も、何をしたらいいかというか、自分のやりたいことがないのにって戸惑いもあると思いますけど、まあ、まずはやってみるというか、興味のないことでもやり始めたら意外とこれ面白かったとか、まあやってみてダメだったら違う道もあるし、ちょっとでも興味があるものに一回足を踏み出してみるっていうのはすごく、あったとしても合わなかったとしても、それは多分今後の人生であの経験があったから今こうやってできてるんだって言えるような経験にはなると思うので、まあ一歩何かに踏み出してみるっていうのも、大切なことかなと思います。勇気がすごくいることなので難しいのは分かりますけど、まあ0から0を1にするしちゃえばあとは流れでいけちゃうと思うので、0から1にするっていう作業が一番難しいと思いますけど、応援してます。僕も頑張ります。これからも、京都サンガと僕の前よろしくお願いします。牛美久在住、美樹10歳と、みやん13歳です。飯田選手に質問です。スタジアムでのサポーターの声はどのぐらい届いていますか？スタジアムでユニフォームやタオルマフラーをあげたら自分の番号見えていますか？よろしくお願いします。はい、スタジアムでは、サポーターの声はすごく選手に届いてます。点が入った時の盛り上がりとか、チャンスになった時の盛り上がりとか、ピンチを防いだ時の盛り上がりとか、そういう拍手とか、今はあんまり大きい声であれですけど、まあ、拍手とかはすごく一人一人、ピッチにいる一人一人が聞こえてると思いますし、特にきつい時ほど、すごくよく聞こえるというか、今ここ耐えなきゃいけないとか、もう一点取んなきゃいけないって時に、ファンサポーターの、声援っていうのはすごく力になってます。であと、まあ、試合終了後にスタジアムを回って、まあ、自分のタオルマフラーとかユニフォームを掲げてくれてる人には、まあ、自分では一人一人に手を振っているつもりはいるんですけど、もしかしたら逃しちゃってることもあるかもしれません。けど、2番のあれを持ってる人を中心に探している探してます、はい、飯田選手こんにちは。大阪府在住のおゆりです。飯田選手に質問です。飯田選手は歌がすごい上手だっていうふうに聞いたんですけど、お箱の歌は何ですか？次に、飯田選手は他の J リーグのチームの試合や海外リーグの試合などをご覧になることありますか？最後に、いつもプレー見てると飯田選手すごい走るの速いなというふうに思うんですけど、 50m 何秒ぐらいで走れますか？以上です。これからも応援してます。お箱の歌、そんな感じじゃないですけどね。どこ情報ね。カラオケでお箱というか絶対に歌う曲がケツメイシの仲間って曲があって、カラオケの終盤というか時に、まあみんなで肩組んで、あの俺たち仲間ぜみたいな感じで行く人も大体チームメイトとかが多いんで、なんか団結するというか、俺たちももう一回頑張ろうなみたいな感じのあれで、みんなで肩組んで仲間を熱唱は必ずしますね、そのカラオケ行ったら。分かる分かる。俺は友達がやあれ、何なんですかね。絶対いますよね。ある、あのなんかな、男のなんかはなんか盛り上がって友情でそういう系の曲をみんなで歌うみたいな。あれやりますね、絶対。試合は、J リーグだと川崎フロンターレの試合はよく見てて、
やっぱすごく今リーグでも一番質の高いチームで、まあ、誰が見ても強いというか、日本を代表する今のクラブなので気になるし、まあ、自分と同じポジションの山根美希選手とか代表まで行ってて、まあ、すごく攻撃的な選手で自分とつながる部分も多いので、まあ、参考にもしてるし、勝ってる時の時間の使い方とかやっぱそういうのもすごく勉強になるし、だからフロンターレは毎試合、見るようにはしてます。逆に海外のサッカーはあんまり見なかったんですけど、張さんがすごくよくミーティングでもブンデスリーグの試合とか流すので、そこからドルトムントとかバイエルンとかそういう試合はまあ見るようになりました。 50m は最後に測ったのは高校3年ぐらいの時だったんですけど、まあ、マックスが5秒8出て、そこからは計測してないんで、まあ、記録では5秒8で残ってるんですけど、まあ、その時より早いか遅いかは自分でも分かってないですよ。はいはい、5秒8か。逆に軽かったんで、あの体重とかも高校生だから、それも今どうなってるかちょっと気になる部分ではあるんですけど、歌かかって気になるもんな。歌かそうですね、まあ、歌かもめっちゃ速いですけどね。長い距離走ったら多分高野が絶対速い。瞬間スピードとか、はい、まあ、5メーターか、5メーターだけとか言ったら、まあ、わかんないですよ。わからないな、どっち、うん、あんまり歌子とかと走り合う機会はないですけどまあそれは試合を見てもらって皆さんがどっちが速いねっていうのは、はい、そうやね、議論してください飯田選手、はじめまして。京都在住の25歳、サンガファン歴20年のゴロリと申します。今シーズン、J リーグ初ゴールおめでとうございます。めちゃくちゃナイスシュートでした。飯田選手に質問させていただきます。今シーズン契約更新が遅かったのは、やっぱり J1 チームからたくさんオファーが来ていたからでしょうか。また、その上で、なぜ京都を選んだのか、教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。これからも頑張ってください。これ、あれっすねソネより際ですね求めてたからさ、はいはい、際どい質問、はいはい、まあそうですね、契約更新は多分一番最後だったと思うんですけど、まあそういう話もありがたいことにありましたし、悩んでたのもまあ正直事実なんですけど、まあ、サンガのこともすごい、本当に好きだし、まあ、そういう思いもあるんですけど、外に出ることがなんか逃げの選択というか、なんか逃げる選択だなっていうふうに自分で感じて、なんか今までのサッカー人生の中でやっぱ逃げる選択をした時ってどうしてもやっぱうまくいかないし、まあ、サンガを離れることも新しいチャレンジだったと思うんですけど、張さんが来て、張さんが来るからこそ残ってサンガでプレーするっていうことが一番厳しい道というか、そこが一番のチャレンジだなっていうふうに感じて、残った一番の理由はそこですね。やっぱ逃げたくなかったというか、去年ああいう風に悔しい思いもして、まあ J1 に上げれなかったっていう悔しさもすごいあったし、これで自分だけ、外に出てっていうと、なんかやっぱりどうしても自分の中では心残りもあるし、自分が何のためにサンガに来たのかっていうのも、その意味がなくなってしまうと思ったので、この決断をしました。はい、そんな感じです。はい際どい、際どい、際どいな、際どいね京田辺市在住、サポーター歴約24年、本家伝法小僧こと坂本と申します。
飯田選手にズバリお聞きします。昨シーズンに比べて今季の飯田選手のプレー、そして目の色が本当に変わったと思います。もちろん今季が素晴らしいです。これはやはり張監督との出会いのせいでしょうか。またもしそうであれば、今季チーム始動からこれまでで飯田選手に対する監督の言葉や指導などで心にグッときたものがありましたら、ぜひ教えてください。はい、J1 に戻ろう。ありがとうございました。そうですね、まあ自分でも清水時代とかも含めて今今シーズンが一番充実しているというか、手応えもあるしのはすごく感じているので、多分サポーターの皆さんも去年より去年と変わったっていう部分は少なからず感じてくれているのはすごく嬉しいです。変わってきている要因はやっぱまあ張さんとの出会いもあるんですけど、まあ自分の中でくすぶってたものというか、今まではどちらかというとチームに合わせてたというか、自分がなんか波を立てるようなことはしなかったというか、こなしてたサッカーをこなしてた感じが多いんですけど、今年からそういう概念というか、そういう、まあ、張さんが来ていろいろ話もしてもらって、まあ、それじゃいけないっていうのを感じて、まあメンタリティの部分が一番大きく変わったかなと思います。まあ自分はモチベーションにも結構ブレがあったり、本当にいい時はいいし悪い時は悪いっていう感じだったんですけど、今年はその悪い時でも最低限のプレーはしようっていうのは心がかけてて、それが去年との違い違いの一つかなっていうのは思ってます。張さんにお前は代表に行く選手だみたいなことを言われて、まあなかなか清水の時の試合にあんまり出れなくて、まあどちらかというとちょっともう遠ざけてた存在というか、もう代表なんてっていうような感じでは思ってたんですけど、まあ改めて張さんに、まあ、そこまで行かなきゃいけないっていう話をしてもらって、目指すべき場所っていうのをすごく再認識させてもらったのが大きいというか、そこが今自分を支えてる部分の、まあ、大きな部分というか、うん、そこは、今年に入って一番メンタルの持ちようとしては変わってる部分かなと思います。はい、今回はたくさんの質問ありがとうございました。まあ、全てにの質問に答えられたわけではないですけど、質問がたくさん来たということですごく僕自身嬉しかったです。まあ、今サンガはすごくいい状態で来ているので、これからまた厳しいシーズンが続きますけど、皆さんと一緒に、目標に向かって一緒に戦っていけたら嬉しいです。僕たちも頑張るので、これからも一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします。この動画がいいと思って、この動画がいいと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。